じゃあ続いて照明をつけていきたいと思います。でまた同じように、トラックのマークを押していただいて、こっちですね、今回このライティングのところを押してもらうとこのようにライトが表示されます。いくつかね種類はあるので好きなものを選んでもらったらいいと思うんですけども、とりあえずこれにしましょうか。 LED パネル設置したいと思います。こんな感じでね、これまたあのさっきの俳優さんと一緒で好きな位置に置くことができます。どうしましょうかね、とりあえずこの辺に置いておきましょうか。でこれもまたね好きな位置にこう置いてあげて、で、ライトの場合はですねこっちに表示されているのでこちらで変えてあげても比較的簡単にできます。パン方向にこう照らしてちょっと下げて、もうちょっと上げた方がいいかなみたいなことができます。で、この照射角もですねこうスポットっぽくしたり広げたりっていうのもできるようになってますね。これで光の強さもコントロールできます。でライトのオンオフがここですね。でライトの色も変えることができるようになっているので、こういう赤っぽくしたりとかね調整は可能ですね。これもね使うライトによったらここら辺は差が出るところかなと思いますが、このパネルバイトの場合はあんまり差が分かりにくいですね。続いてスタンドを置いてみましょうか。スタンドを置いてもいいんですけど、ここですね。でスタンドをこう伸ばしたい場合はこのスクロールをこうやってしてやることでこう伸ばすことが可能になってます。これで置けてるんでしょうか。あ、置けないですね。これね2のシネサルトレーサー2の方はここでしっかりくっつけることができるようになってるみたいなんですけども、初期型の方はできないみたいですね。でこの状態でねさっきちょっとやっちゃったんですけども、調整したい場合はこの QE ボタンを押してもらうとこの右下にセレクトツールになるので、この点が出てくる状態になるとこうやって選ぶことができます。でちょっと掴んでこうある程度の位置にはね置くことができるようになってます。基本はこれで選んであげて調整の方がいいと思います。まあ、とりあえずこんな感じでねライトが設置できましたという感じでいきたいと思います。じゃあ最後にカメラを設置していきたいと思います。こちらのまたショップから行ってこのカメラをね選んでもらうとカメラが設置できるようになります。まずはこの三脚のカメラを置いてみたいと思います。で設置します。でですねここにこのフリーカメラっていうところが出ているんですけども、ここでカメラを選ぶこともできますね。こういう感じでね、でまあ分かりやすいのはこのジェネリックにしてやるとこうセンサーサイズが選べるので、自分が使っているカメラのセンサーサイズをね選んであげるといいと思います。でここで、F キーですね、 F キーを押してやるとこのように眺めになって、このカメラと実際に映っているモニターをも、見ているような感覚になりますね。で高さ調整なんですけども、三脚の高さ調整に関してはここでスペースキーを押すと上がって、コントロールキーを押すと下がります。上にですね焦点距離だったり F値だったり ISO 感度とかアスペクト比とかは出てるんですけども、QE をのキーを押してやることでこのように調整が可能です。でここで、焦点距離変えていきます。で変え方はですね、このマウスのコントロールホイール、マウスホイールを回してやることでこのようにいけます。で最大が 500mm ですね。こんな感じで、おお、めちゃくちゃすごい。で、ね、一番広角側が 12mm になってます。ちょっと三脚の位置も、ここでもね三脚の位置調整できるので WSAD で決めていきたいと思います。でここでさらに V ボタンを押していただくと、ぐんとこのようにもう、今映ってるモニター情報だけ見ることができるようになります。で今このピントが合ってない状態なので、ここでねこの真ん中の白い点を決めをそのピント合わせたいところに置いていただいて、左クリックですねしてもらうとピントが合います。こんな感じですね。
はい、こんな感じでね、飾りのライトを置いてみました。ここにするとね、飾りのライトにするとこのようにこうにじみ方だったり、このライト自体の輝度の感じだったりとかも分かりやすいと思います。まあ、ちょっと分かりにくいか。これで、先ほどのカメラに戻っていきます。カメラに戻って F キー、V で切り替えですね。こうすると。で、ここで F 値の切り替わりが分かりやすいように E ボタンを押して、変更したい項目を切り替えます。で、一番、あれにしようかな。F1.3 ぐらいにして、その分 ISO 感度を下げていきます。そうですね。これ。で、この状態をスクリーンショット撮りたい場合は、エンターキーを押してもらうと、スクリーンショットが撮れます。これと、じゃあ、さっきの F4 の状態と比べてみましょうか。わかりやすいね。F8 ぐらいにしようかな。感度も上げて、これぐらいかな。3200ぐらいにしましょうか。で、これも撮っています。で、この2つの差をですね、見比べたい場合はここの状態で F で戻って B ボタンを押してもらうと、このようにストーリーボードが確認できるようになってます。別にですね、ここの左上のストーリーボードっていうところを押してもらってもいいんですけども、これが F1.8 の 1.3 かですね。これが F8 で、このようにボケ方も見比べることができるようになってます。なんで、どれぐらい絞ったらいいかなとかも確認できますよね。背景これぐらいぼかしたいなみたいなシミュレーションもできるので、そこら辺もすごく便利だと思います。で、ここで行くとですね、今全体的に明るくなってるんですけども、この全体の天気みたいなのも操作できるようになっててまして、ここですね、このなんか調整のバーみたいなところやってあると、今これになってるんですよね、ブライトになってるんですけども、日中と、違う、曇りとか夕方とか、これ夕焼けぐらいかな。こういう感じで全部消すようなこともできます。で、実際のライティング見るときはこのブラックで、これで見るのが多分一番ちゃんとしたライティングがわかると思います。例えばこれでもっとね、こう持っていってライトを後ろから照らすみたいなこともできますよね。この状態で見てやるとこんな感じですよね。こういう風にしてこうライティング遊びをしていくことができるようになってます。どうでしょうか。以上でですね、基本的な操作方法の説明になりますが、いかがだったでしょうか。なかなかね、ライティングってすごく難しくて、僕ももうペーペーのうちのペーペーなんですけども、いろいろこうやってね、こう遊ぶことができるので、実際にね、ライティング組む方が勉強にはなるとはもちろん思うんですけども、なかなかその場所がなかったりだったりとか、機材が足りなかったりする中で、このソフトがね、だいたい9000ちょっとかな、1万円切る価格で買えるので、こういうのでちょっと練習してみても楽しいんじゃないかなと思います。ということで、参考になったよって方はぜひグッドボタン並びにチャンネル登録もいただけると嬉しく思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。Take this love around the world.